攻略マクロ経済学ちょっと26回目を始めていきます。こちらの方を用意してください。本日は198ページのクラウディングアウトによって、生じる国民所得の減少分、その、計算手法について、お話をしていきます。問題文の中ではこのように、財市場に関するデータと下の部分では、貨幣市場に関するデータというものが、出ています。さらに、この段階で、ISLM 分析なのか ADAS 分析なのかというふうになるんですけれども、 M イコール L というような形で、貨幣の供給と貨幣の需要というものが通常では P 分の M イコール L という形で描かれるんですけども、この物価に関する情報が出ていないということは、物価が一定であるということなので、この問題は ISLM 分析の中で議論をしていくというふうな作業になっているはずです。上の方が財市場に関するデータ、下が貨幣市場に関するデータということなので、それぞれ IS 曲線と LM 曲線を導出をして、この問題におけるクラウディングアウトというものを明示していくという作業になっていきます。慣れてくるとこの問題ぐらいだと計算式だけでできるんですけれども、一応今回は簡単にグラフを書きながら状況を説明をしていくという作業に入っていきます。横軸が国民所得で、この問題の場合、利子率が I、普段、R なんですけども、I という形で指示されているので、利子率は I として計算をしていくことにいたします。そして状況としては、初期の、IS 曲線と LM 曲線というものがある。ここで政府支出を増加をするということなので、政府支出を増加した場合、 IS 曲線は IS から IS' へとシフトするはずです。こんな形ですね。ですから IS 曲線がシフトをすると、これは45度分析でも勉強したように、初期の均衡点を E 点として、初期の国民所得の水準を Y1 だとすると、ここで国民所得というものは E 点から一旦は F 点へとやってくるわけです。ここですね。要するに E 点から F 点までの大きさっていうのは、45度分析でやったように、乗数倍の波及効果で国民所得を大きくするわけです。ここが Y2 の大きさです。しかし、ここでですね、F 点に到達をするということは、貨幣市場も同様に機能するために利子率も上昇してしまうということになります。したがって F 点に来た均衡点はやがて利子率の上昇に伴って、G 点へとこのように戻ってしまうということ、つまり G 点に戻ることによって国民所得の水準というのは Y3 へとこのように減少してしまうということです。つまりクラウディングアウト、利子率が上昇することによって、これは有効需要の一つである投資が減少するということです。そして投資が減少することによって、どれくらいの国民所得が減少してしまうのかっていうと、この Y2 から Y3 への大きさですね。この問題ではこの Y2 から Y3 への減少した、この国民所得の減少分、大きさはどれくらいになっているのかというのを、聞いているというふうに判断することができるわけです。ですから必要なものは E 点、F 点、G 点という状況であり、それらが変化前の IS 曲線、変化後の IS 曲線、そして LM 曲線という3つのですね、グラフを方程式によってできるというような方向性が
まあ、大体試験会場で瞬時に見出すことができるということですね。まず最初に IS 曲線の状況を考えます。 IS 曲線というのは上で言っているこの在市場のデータを整理をすることによって、IS 曲線を導出することができます。ですから Y イコール C プラス I プラス G、 C イコール10プラス 0.6、Y マイナス T、 I が120マイナス I、 そして、G イコール40と T イコール20ですね。こんな形になっているはずです。これらの下のこの C、I、G、T というのをこの、Y イコールの中に、まあ、ぶち込んで整理をすれば、まあ、IS 曲線が導出されるというわけですね。やっていきましょう。全部入れていきます。Y イコール C というのはこれカッコ今外してしまいます。ついでにですね。I が、プラス120マイナス I。そしてこれに、G を足し算します。40という形になります。こんな形になりますね。で、T というものも与えられているので、ここの T ですね。0.6T なので T イコール20を入れておきます。そうすると12になりますね。こんな形になります。で、必ずここまでできた段階で、Y というものの項、Y の項を左側、左辺へと移行することになりますので、ここで整理することができる。0.4Y、イコール158マイナス I という形になります。これが変化前の IS 曲線という形になります。でこれ 0.4y なので、y イコールの形にした方がいいっていうふうには、まあ、これ計算途中なのでもしそういう必要があればやればいいのであって、わざわざこの計算途中を見られ試験官に見られるわけではないので、まあ、これはこのままにしておいて必要であれば整理するというふうにしておいた方がいいです。ここに書いておきますね。 0.4y イコール158マイナス i というような形で変化前の IS 曲線というものが出てきます。で同様に今度は変化後の IS ダッシュというのを考えると、正負指数の大きさが40から50になるということなので10だけ大きくすればいいんですよね。ですから今現在は40で計算をしているのを40で計算しているのをここが50になれば10だけ大きくなるので、これはまあ計算する必要もなくそのまま10を増やせばいいだけです。 0.4y イコール168マイナス i という形でこれが IS ダッシュになっているはずです。 IS ダッシュですね。まあ一応ここに書いておきます。IS ダッシュは 0.4y イコール168マイナス i という形になっているということです。それぞれ IS 曲線がこのように導出をされたので、今度は LM 曲線を出していきます。LM 曲線というのは、ここに M イコール L、 貨幣の供給イコール貨幣の需要なので、そのままこの2つをイコールで結ぶだけという作業になっていきます。したがって10イコール、10プラス 0.1Y マイナス I ということになりますね。これを整理をすると 0.1Y イコールI という形になります。これが LM 曲線です。一応同様にこちらの方のグラフの中にも書いておきます。 0.1Y イコール I という形です。
まあ、こんな形で、3つのグラフが用意されました。ですから、まあ、3つのグラフさえ用意されていればあとはそれぞれの連立方程式によって E 点 F 点 G 点というものが、まあ、導出されるということがおおよそ想像がつくと思います。それでは早速ここからそれぞれの点に関して、解いていく連立方程式を作っていくことにしましょう。まず E 点です。 E 点というのは変化前の IS 曲線と LM 曲線というものの、まあ、交点によって求めることができます。 0.4y イコール158マイナス i です。これが IS 曲線で LM 曲線が 0.1y イコール i です。ですからここで、マイナス i とプラス i という形になってますのでこれをそれぞれ、足し算すればいいわけですね。そうすると 0.5y イコール158、両辺を2倍しますのでy イコール316になって、そして離子率 i はというと316の 0.1 を掛け算したものなので 31.6 という形になります。まあ小数でこういうふうに出るんですけれども、あのだいたい小数で出て計算が面倒だっていうふうになるような、まあ、試験会場でそういうふうに思うんですけども、まあ、だいたい綺麗な数字になってで答えになるので、まあ、その辺は安心して結構です。一応記入しておきます。ここが316でここが E 点における離子率が 31.6 という形になっているはずです。次に F 点です。 F 点というのはどういう状況なのかというと、これ方程式を解くというのではなくて IS' つまり変化後の IS 曲線に離子率 31.6 を6をまあ代入してこの、国民所得の大きさを出すというような作業になっているはずです。ですから、0.4y イコール変化後の IS 曲線は168マイナス i です。これに離子率 31.6 を代入します。そうすると国民所得の水準は341にこのようになるはずです。341こちらにも書いておきます。 Y2 は341であるということになります。したがって今度は最後にはこの国民所得の水準 Y3 を出せばよいということです。国民所得の水準 Y3 というのは変化後の IS 曲線と LM 曲線とのこのような連立方程式によって解くことができるというのが、まあ、グラフ上から読み取れるわけです。したがってG 点というのは 0.4y イコール168マイナス i と、これが変化後の IS 曲線、そして LM 曲線が 0.1y イコール i ですので、これもマイナス i とプラス i ですから足し算すればよいというふうに判断ができるわけです。0.5y イコール168、したがって両辺を2倍して y イコール336というものが出てきます。まあ、ついでに、これ10分の1で i が出るので離子率は 33.6 ですね。まあ、これ捕まえそうなんだけども、まあ、一応書いておきます。ここで y3 というのが336、その10分の1である離子率が 33.6 という形で、まあ、このような形で出てくるわけです。で、最後にクラウディングアウトされる国民所得の減少分はというと、ここで言っている Y2 から Y3 への幅ということになる。まあ、最後です。
国民所得の減少分、クラウディングアウトによって減少されるのは、Y2 から Y3 へとなったその大きさです。したがって341から336を引き算して5という形で出てくるはずです。つまり5というのがこの大きさで、この幅であって、この幅であって正解は5なので、3が正解ということになります。